不相なコード、木村直樹です。今回は結婚相談所を退会したいという女性会員にアドバイス。人生は選択の連続。婚活を始めること、やめること、再開することについて話をします。婚活を開始して6ヶ月経過した会員が退会したいと連絡があり、面談をしました。私は3つ提案をしました。1つはプロフィール写真を撮り直しして婚活を再チャレンジ。プロフィール写真より実物の方が良い女性なので写真を撮り直す。2つ目は私の結婚相談所を退会し別の結婚相談所で婚活なコードにアドバイスを受ける。6ヶ月、1年と同じことをしていても結果は同じになる可能性が高いので結婚相談所を変える。3つ目は休会して特定の期間婚活を休む。私も8年間の婚活で2年間結婚相談所に入っていない期間がありました。婚活を休むことが良い結果になることがあります。女性会には3番目の休会を選択しました。12月に面談をします。そしてもう一つ伝えたことは、人生は選択の連続。婚活を始めたことも選択の一つ。婚活をやめること、私のように婚活を再開することもできます。婚活は結婚という人生の分かれ道になります。後悔しない選択をすることが大事です。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。